はい、皆さんこんにちは、エコドライブの鈴木です。で、今日のテーマなんですけども、自動運転車の現在地というテーマでやっていきたいと思っています。はい、で近年ですね、自動運転車の技術はかなり盛り上がりを見せてますよね。毎年開催されるあの CES っていうね、家電市がラスベガスで行われるんですけども、まああれに毎年僕も行くようにしてますけども、毎年毎年ね、かなりその自動運転に関するセンサーとかカメラとかね、そういったソフトウェアとか、そういった会社がどんどんね出てきて盛り上がりを見せています。で、サンフランシスコなんかでもあのウェイモっていうですね、無人タクシー、こういったものが走ってたりとか、あとはロサンゼルスでも走れるようになったりとか、かなりですね、あの技術が進んでるなという印象です。で、そのですね、まあ、一体自動運転車が今どのレベルまで来てるのっていうのをあの共有していきたいなと思って撮らせてもらってます。で、このあたりの話をするのにですね、あの事前情報として、その自動運転レベルっていうのがあるんですね。これ数値化された、自動運転レベルというのがあるので、それをですね、あのおさらいしたいと思っています。で、まずですね、レベル1というのがあります。レベル1っていうのは運転支援ですね。で、レベル2、部分運転自動化。レベル3、条件付き運転自動化。レベル4、高度運転自動化。レベル5、完全運転自動化ですね。そう。で、レベル5が一番上なんですよ。もうレベル5になったらもう完全自動運転の世界ですね、と。で、レベル4っていうのも、もうほぼほぼもう自動運転なんですけども、まあ限定地域、例えばまあこのエリアだけとか、その日本全国どこでもとか、全米どこでもとかってことじゃなくて、まあ、この州だけとか、この県だけとか、この市だけとか、そういう限定なのがまあレベル4なんで、まあほぼほぼね、もう問題なく自動運転かなと思いますね。で、今どこまで来てんのっていう話なんですけども、今来てるのはですね、レベル3、ここまでが市販車で出てるのでですね、最高ランクらしいですね。で、レベル3って一体何なのっていうとですね、システムが全ての運転タスクを実施するが、システムの介入要件等に対してドライバーが適切に対応することということですね。つまり条件がつくんですね。その下道じゃなくて、例えば高速道路だけですよとか、ドライバーは、まあ、運転者はステアリング、ハンドルを常に握ってなきゃいけませんよとかですね、あとはその前を見てなきゃいけませんよとか、そういう条件がつきますと。それをした上での、まあ、自動運転だったらいいですよっていうのが、まあ、レベル3なんですけども、ここまでのものは出ています。具体的には、メルセデス・ベンツの S クラスとか、あとホンダのレジェンドとかですね、あとウェイモのタクシーとか、まあ、この辺がレベル3みたいですね。で、レベル2になってくると、特定条件下での自動運転機能、例えばですね、その遅い車がいれば自動で追い越すとか、高速道路の、合流を自動で行うとかですね、この辺はですね、まあ、例えばテスラ、自分が乗ってるテスラもここですね、レベル2に当たります。自分が乗ってるのはですね、そのオートパイロットの1個上の FSD という機能がついたもの。 FSD っていうのはフルセルフドライビングなんですけども、これがまあオプションで、買うんですけども、それがついてるんですね。それだと、まあ、限りなくレベル3に近いレベル2というふうに言われてますね。まあ、自分はですね、まあ、このテスラ、オートパイロット FSD がついたテスラに乗って、まあ、1年ぐらいに経つんですけども、もうぶっちゃけですね、毎日の通勤って自動運転で行ってるんですよ。朝家を出て、まあ、行ってきますからですね、会社に着くまではもう自動で行けます、で、帰りも会社から家に帰るまでは自動運転。これはね、まあ、条件付きなんで、そのステアリング握ってなきゃいけない、ハンドル握ってなきゃいけないし、目の前を見てなきゃいけないから、まあ、寝ちゃダメなんですね。ちゃんとハンドルに手を置いたりとかすれば自動で行ってくれます。まあ、限りなくレベル3に近いんで、そうですね、まあ、自分からするとその自動運転車の未来っていうのは意外と近くまで来てるんじゃないかなっていう感じはします。まあ、結局どこに行くにも自動、まあ、それこそですね、ナビゲーションを設定するとですね、そこまで自動で行ってくれるんですよ。そのハンドル切ってくれたりとか、信号もですね、自動でもちろん止まってくれたりとか、一時停止で止まってくれるとか、かなりですね、精度が上がってきてるような感じがしますね。